皆さんこんにちは。クリプトンです。ついにシーズン3がやってきました。すべてはやりきれないので、何回かに分けて紹介します。それでは初回どうぞ。チャンネル登録よろしくね。というわけでまずは、エンチャントスミスを解放していきます。アンダーホールにいるようですね。それではやっていきます。それでは探していきます。アンダーホールは皆さんよく知ってると思うので、早送りしますね。デイリーでもない。ただのアポカリプスのヒントなので、どんどん抜けますね。爽快です。外までやってきました。いつもはショートカットしますが、探すためにそのまま行きます。帰りましょう。クリアしました。アドベンチャーポイントが表示されるようになってますね。報酬はまあ悪くないかな。エンチャントスミスがキャンプに来ました。エンチャントのマークが書かれてますね。早速利用してみましょう。英雄を変えてみます。クールダウンがついたら当たりです。さあ何がついたんでしょうか。炎の道？ハズレですね。エンチャによって、確率が決まってたりするのでしょうかね。カスタムした印がつきました。これがあるので、元からすごいものの価値は保たれますね。それでは2回目もできそうなのでやってみます。変わりましたね。ビーストボス。あまり実用性の低いエンチャが、今のところついているので、今後がちょっと心配ですね。金を集めてまた挑戦しましょう。先ほど何のエンチャを変更しようかなと、インベントリを開いたらこのような表示が出てきました。ハイブロックホールをやって、手持ちがいっぱいになったみたいです。いっぱいになると収納チェストに自動で送られるシステムが、導入されたようです。これでアイテムを捨てざるを得ない状況や、勝手に消えてしまうなんてことがなくなるので、安心できますね。アドベンチャーハブも見てみましょう。おお、背景がおしゃれになりましたね。これは前シーズンで、こっちが初めのシーズンですね。とても綺麗です。そして気になる今回のシーズンは、おお、亀のマントが今回の最終マントですね。他にも見ていきます。動物が多いですね。可愛いです。動物の顔が出てくるエフェクトを使ってみたいですね。タワーのバグはおそらく修正されたので、ポイント集めが少し大変になるかもしれませんね。と思っていたところに、面白いものを見つけてしましました。これです。これを開くと、ランダムミッションというのが出てきて、アドベンチャーポイントの取得率が25上がったステージを遊べるようです。ここを周回することになりそうですね。難易度によって、ボーナス率が変化することはないようです。最後に、皆さん気になっているであろう、タワー持ち込みバグをやってみます。長らく修正されてきませんでしたが、大型アップデートなので修正が入ってそうですね。それではやっていきます。果たしてできるのか？皆さん、残念なお知らせです。何度も試したところ、一度も成功はしませんでした。持ち込みバグは今日をもって過去のものとなりました。入室した時に、タワーに再入室する時の画面が表示されることで、修正がされているようです。これからは真面目に、マルチプレイの裏を聞きたい、ところですね。最後と言いましたが、タワーマルチプレイを試しながら、終わりたいと思います。タワーについて、新ジャングルについても、投稿していくので、よければチャンネル登録等お願いします。そ
それでは、またねー。